5月8日に大阪地裁が電子計算機使用詐欺として、アキラ連合会の秋谷通力会長に懲役10ヶ月の判決を言い渡したということについてお話ししたいんですけど、まず電子計算機使用詐欺とは何ぞやっていうことなんですけど、最近よく聞きますよね。ヤクザが ETC を使って逮捕されるっていうことを、何があかんのかっていうことなんですけど、まずヤクザは監査条項に引っかかって ETC の契約ができないんですね。それでイクさんの ETC やったり息子さんの ETC やったりを使ったりして逮捕されるっていうことです。今回の場合やったら、同居している弟さんの ETC を使ったっていうことで通り会長に判決が下ったんですけど、利用規約に書いてあるみたいなんですね。本人以外は ETC のカードを使ってはいけないっていうことが。それで ETC を使ったら割り引かれるんかな。多分電池より ETC の方が安いっていうことなんやと思うんですけど、その差額な。勝手に割り引かれた1400円分を差にして儲けたっていうことで、今回の懲役10ヶ月になったんですけど、ちょっとえげつないですよね。父さんの ETC を使うとか、お兄ちゃんの ETC を借りて高速に乗ったとかって、もうみんなやってますもんね。当たり前にみんなが罪悪感なくやってることやと思うんです。それで他人名義の ETC を使ったから懲役に行けって言われても全然納得できないですよね。その他にもカードの名義人やった同居している弟さんって運転をしていた若い衆、この二人にも懲役10ヶ月執行猶予3年の実刑が言い渡されたんですね。なんとも言えない、かわいそうすぎますよね。これとよく似たことで、この前もありましたよね。お金を払って野球観戦をしていたら逮捕されたっていうことは、これも暴力団を断りっていう看板があるのに入ったっていうことで建造物侵入になったんですけど、他にもメルカリを使ったとか、スーパーかコンビニかでポイントカードのポイントを貯めたとか、まあ魔女狩りですよね。名前はほくろがあるから魔女だ、池に落として浮かんできたから名前は魔女だって言ってんのと同じですよね。実害があるから、誰かが困ってるかな、迷惑してるから逮捕する、そのように語を使ってくれたらいいんですけど、差別のために法を使うっていうのはどうなのかな。力があるものは力があるんだから何をしてもいいんだって、日本人がこういうヨーロッパ思想に染まっていくのはとても悲しいことですよね。なんでヤクザがいるんやろう、なんでヤクザになるんやろうって思ったことがあって、声援を言いながらずーっと見てたんですけど、主任、敬運っていうのは、紛れもなく、親の愛情の基礎、それから信仰、それに差別。本当にここから生まれてくるものやと思うんです。警察にもいろんな策があってのことやと思うんですけど、そのやり方、その差別がそのものを生み出してるんじゃないかなと思います。この魔女狩りを続けてたら、ヤクザは確実にマフィア化していきますよね。公正の取れない、枠がない、大義も正義もないし、伝統も誇りもない、マフィアっていうのが一番怖いですよね。日本には魔を生んでる文化っていうのがありますよね。何かと
何かの間に何かを、縁側とかもそうですよね。外と内の間。アウトローの頂点にいるヤクザが、社会の中で公然として生きる。この社会の中で生きてるんですね。ヤクザが社会と裏社会の魔として存在することによって、上手なバランスが取れた平和な日本の一つの要因ではなかったのかなと思います。